ジェクトで聞きたいことって聞いた質問したじゃないですか、はい、それをバディーズのことをまず先生に聞いていきましょうか。はい、グループとして、グループとしてのことを、まあ、バディーズとしてのもう素直な、はい、これからのちょっと運勢を知りたいなと思って。ちなみにバディーズっていつ結成しました？去年の9月です。ってことは2020年の9月16日です。ああ、いい時に立ち上げたんだ。おえー、なになになに、え、なになになに、何があるの、何よ、何よ、もうエンターテイナーとか、はい、みんなを楽しませるとか、自分たちも楽しみながら周りの人たちを楽しませるっていう、しかも芸能に向いている時にチームとしてアイドルとして立ち上がったっていうのにすごくいい日だったんです。すごい、すごいよ、すごい、いい年いい日なんですよ。みんながまとまって目標をちゃんと定めると大きく発展していくっていう画数なんですよ。定めましょう、定めよう。で、注意点があるんですよ。はい、はい、大事だ。品よく過ごさなきゃいけないとか。あ、やだ。そうです。見られるっていうのをものすごく意識して品よく過ごすと、ここから先にものすごく運気上がっていくっていう。マジ気をつけよ、みんな。ほんとに頑張ろうよ、ね、頑張ろう。一番気をつけなきゃいけないと思うんですけど、大丈夫ですか？僕ですか？はい、大丈夫ですか？あ、頑張ります。頼むよ。かわいいな。お大事頼むよ。頑張りましょう。行くぞ。どこまで行く？いや、行けるとこに行こうよ。分かったよな。譲る気なしで行く。いいよ、大好き。バディーズ、来年の運勢が一番いいのは誰かなっていう、結構悩んだんですけど、一番いい人はケビンさん。マジで？すげえ。品欲。あ、いいじゃん。いや、考えなくていい。自分らしく、らしさがもうそのまま出てよかったじゃん。マジか。それで周りがこう認めてくれる。おい、もう認めてるけど。悩んだ上位の人って誰ですか？と。え、気になる気になる。確かに。複数。悩んだ人。いい方。翔。おい。あ、翔。と。ね、いいじゃん。おい。今日一の声出てるよ。感情出たね。感情おかしい。嬉しそうなの。引き続きシュートさんも入る。シュートやばいね。任せろ。で、カナタさんも。いいね、カナタ。いいよ。オリさんが一番低くなるんですよ。やばいじゃん。でもシュートあのいいから。俺が引っ張る。そう。いいね。あ、いいね。逆に。兄弟がいい。うわ、本当逆に今の。高いんですよね、みんな。その中で比べたら低いことですか？そう引きずりやすいんで、引きずりやすい。低いわけじゃないですよね。はい、大丈夫です。比べたら低いことです。そうです。全然名前出てこないなと思って。まだ迷ってんだよ。もう、悪くはないです。あの、今年よりはものすごく上がるんです。よかったじゃん。え、じゃあ上位ですか？上位に来づらいです。運気自体は高いんですけど。あ、そうなんだ。いい人がいっぱいいるってことですか？そうなんです。強い。なるほどね。ごめんね、タクヤ。すごい。いや、ちょっと1位が低いやん。今、こいつ。まだ低い。まだ低い。何ヶ月も低いから。まだ俺いいかよ。そうだよ。バディーズ、これからのバディーズの、その、運気が上がるというか、ターニングポイントってありますか？ターニングポイントも本当来年ですよ。じゃあもう大事な年になってくるな、2022。来年エンターテインメントとかこういうメディア、芸能の世界で一番能力発揮できるっていうチームとして。え、マジでやばい、えぐやばっていう運気に入ってくるんで。え、ちょっとこれやばい。全力でも走っていく。超モテ期なんですよ。いろいろ人気を得る。お前モテモテ、いや、モテモテどうすんだよ。モテ期っすか？はい、やべえじゃん。一生モテ期や。全力で走ったらすごい不格好な走り方する人いますけど、大丈夫です？それは正しましょう。品がない、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 品がない。どうやって走るんだっけ？いや、これ普通ですよ、本当に。ちょっと走りますね。一個駆け抜けていいですか？バディーズ、みんなが合う香りを探してほしいんですよ。香水とかってこと？そうです、香水とか。じゃあ1個香水みんなが合うの買って、ライブとか。あ、よくですね。かっこよくね、それ。原価継ぎ。え、それかっこよい。やりましょう。え、やりたい。ちなみに2022年バディとしての香り聞く？お、え、それにします。もうそれにします。2022年は柑橘系のちょっと品のあるやつ。あれ柑橘系いいじゃん。バディ、そのスキルが伸びる人とかって。おー、めっちゃ気になる。ちょっと気になった。伸びしろ的な。伸びしろ的な。基本的に伸びしろ全員あるんですよ。すごいんじゃん。心配なのが、
ドキドキするこういう時間怖いな、ね、誰だろう、ふみのりさん、なんでよシンマさん、はい、すごい準備してたから、すごい、ね、すごい早かったのに、ラブ回収早いですバディーズ、バディーズの中で、はい、今後、まあ、キーマンになってくるピーマン、やばい、キーマン、あのシュートさんです、おい、ね、もう分かってた、知ってた、知ってた、俺か、俺かちゃんと、はい、あのみんなをバランス保ちながら、イライラしてることとかも全部収める、柔らかくする、で人脈も人気も金運も全てやばいやん、取り入れることができる、最強、すごいわ、もう女性からの人気も圧倒的に出てくるっていう、神様なんです、すごいね、嬉しいね、はい、他にいたりします、キーマンですか、はい、ケビンさん、おい、はい、でもそうだよ、多分ここだよ、マジで、しかも似てるもんこの2人、はい、バディーズの、はい、グループの B あるじゃないですか、はい、アレグラントシス B の頭文字、はい、止まっとるかな、いい占ってどうすんだよバディーズの、バディーズ、例えばもともと持ってる本質根本、はい、ここ似てるよねとか、なんかこう、はい、とか相性、あと相性、はい、こことここはもう絶対に相性がいいとか、そのめっちゃ気になるな、面白そう、多いしね、持ってる本質が似てるものとか、そういうの分けてほしいな、はい、ですね、全員皆さんの携帯下4桁見たときに21足した合計数字21っていう数字が3人いるんですよ、この3人は基本的にはリズムが一緒なんでグループになるんですよ、へ、なのでフミヤさんと毛利さんと、フミノリです、フミノリさん、はい、の3人は相性がいいってことです、はい、同じスピード同じ速度同じ感覚で走っていけるっていうのを持ってるんで、23っていう数字も2人いまして、誰だ、翔さんと、ケビンさん、おっ、兄弟やん、いや、この2人も似てる、いやー、23っていう数字はまた21との相性も良くて、あ、そうなんだ、はい、このチーム5人チームってなった、ちょっと分かる、分かる、めっちゃ分かるね、この5人チームってなった時にすごい化けるとか、すごい一気に上がっていくっていう可能性が、はい、基本的にみんな仲いいです。やったー、はい、最悪なチームを教えていただきます。ちょっと気づいてない。こいつが組んだらね。気づいてないけど、実はとか。あります？ある？あるんだ。何怖っ？ですね、モーリーさんとせいやさん。そうなの？めっちゃいい。一番いる。うん、一番一緒にいます。一番一緒にいます、はい。合わないからこそかなっていう。どういうこと？あ、持ってない者同士だから、そうです、認め合って、認め合っちゃうから、だから俺すごい新鮮なわけ、こう面白いな、だったら持ってない者同士じゃん、で多分真反対じゃん、うん、今の表現そのままなんですよ、ですよね、相性合わない人が面白いと思えるかどうかなんですよ、あー、バディーズ、バディーズとしては聞いたと思うんで、はい、個人で気になることバンバン聞いちゃっても、ね、一人の人として、ソロですね、ソロは誰が、え、モーリーさん、やば、あ、僕なんすか、はい、いや、待って、まあ、その通りだもん、その通りだ、その通りだもん、モーリーさんとケミーさんはソロが、おい、おい、強く2強やん、2強やん、やばやばやば、じゃあ、俺個人行ってきます、おい、帰ってこい、行ってきます、おい、帰ってこい、ま、バラエティ向いてますけど、あ、でもバラエティだよ、あ、2人とも、はい、2人ともバラエティだよ、2人とも、役者シュートさん、おい、ショウさん、おい、ショウ、ユーマさん、おい、よかったね、よかったじゃん、頑張ろう、頑張ろう、トラトキさん、来た、おじさん、頼むよ、よかったね、頼むって、しばらく名前出てないんだよ、確かに待って、タクヤしばらく出てないね、最初順位で言われた、いいも悪いも出てこない、モデルとかっていう、モデルさん、そういうのも、せいやさん、よし、せいや、まあいいよ、え、ふみのりさんって言いました、はい、来た、あれ、ふみやさんは、あれ、タクヤさん、はい、さあ、3人、3人、あれ一番右ライン呼ばれてない？呼ばれてないです確かに僕演技の仕事やりたいんですけど、はい、これな名前がなくてもいけますか、この今名前が出てない人たちはどう転ぶかわからないんです、あ、まだまだ黙ってない、環境によって変化しやすいっていう運気持ってるわけ、バディーズ、仕事運が上がるそのラッキーアイテムとか、はい、今からした方がいいこととかありますか、逆に何が好きですか、魚の魚が好きです、釣りとかが好きです、あ、海の写真、海の写真、あの青いところと釣れた魚とか写真撮ってそれ待ち受けにするのも仕事が上がるんで、いいかも、あげます、今待ち受け独特だったよね、
今何してるんだよ。あのバキバキに折れたスマホ。絶対悪い。ダメじゃん。なしはね。やめてますよね。バキバキは。バキバキに割れたやつはあの全てのメンタルも含めて全部割れる。やばいやん。リアルに1年ぐらいそれだよ、ね。ちょうどこのあの12月までに受験があって、はい、それっていうのは大丈夫なんですかね。大丈夫ですよ。大丈夫ですか、はい、大丈夫だって。だからさっき言ったあの勉強とか資格とか、はい、頭にいろいろ詰め込むとかっていうのにすごくいい時期ではあるし、それをやってないと今後自信を持って進んでいくことができないっていう特徴を持ってるんで、はい、あってんじゃんだから、うん、すぐ変えてきます。頑張って頑張った。絶対合格して。集中して合格してね。バリス。じゃあそのまあ何かこう活動していく上でもなんですけど、なんか一番こうお金をかけた方がいいというか自分にこう気を使った方がいいものは何ですか。香水とか匂いのものなんですよ。ああ、なるほど。あとちょっとしたアクセサリー。うーん、アクセサリーはだいぶお金かけるとすごい運気上がるんで。え、まさにじゃん。まさにね、アクセサリー最近です。それやるとどんどん上がっていくっていう。うわっ、うわっ、うわっ、やばい、やばい。だからあまりジャラジャラいいんじゃない。まあそうですけど、ジャラジャラしないよくっていう、ね、運気の運勢上げ、運気を上げる文則。はい、運気上げたい。もう大丈夫。運気上げたいです。運気上げる文則。運気上げ文字書きます。あでも書かないですけど書くのは好きです。書いた方がいいってことですよね。そうです。同じの聞いてもいいですか。はい、運気の上げ方しよう。仕事運気の上げ方、仕事運、はい、癖のあるものを食べるっていうのが一応あるんですよ。納豆とか、あ、納豆とかだって。納豆とかキムチとか、あともっと臭い、あ、そういう系か。臭いもの、癖のあるもの、いっぱい食べます。それみんな人それぞれ違うんですね。ちょっと違います。僕は、ひどい。あの、水選びした方がいいです。いい水を。水選びってことですか。それで、それが決まって自分で、あ、これだって合うのが見つかった瞬間すごい走ります。え、マジですか。やば、寝れないです。でしょ。なんかそう、あんまり寝つきが良くないっていうのがあって、ちょっと枕合ってない感じがして、ね、寝つきを良くすることがイコール仕事に全部つながってる、ね。ちょっとパジャマを決めた方がいいです。はい、あ、じゃあもう寝る毎回別です。はい、あの黒とかグレーとかって着てそうなんで、それを避けた方がいいんで。はい、すいません。まあ、パジャマ新しいの買えない。で枕は俺の腕枕ってやってあげるから。本当だ。大好きです。大好きです。固め。年上の人と接するの苦手？どう？いや、まず急に年上になりますよ。ほぼ年上を。まあ確かにほぼ組合以外、組合以外全員年上なんですよ。そうですか。ちょっと苦手だと思うんですけど、その年上の人たちからのアドバイスとか、はい、聞けないっていうのはちょっとあるんですよ。しかないやん。すごい。え、それなら聞いた方がいいってことですよね。あの一通り聞くっていう、いつも言ってるのに、いつも言ってるもんね。すげえな。フミヤさんは、ね、年上に反発するっていうのがちょっと出てる。あ、じゃあ逆に年下といる方がいいに教えてもらった方がいい。年下を守るとか年下との縁があるとかって。ああ、そうだ。リーダーさんめっちゃいいじゃん。親分肌でいることで運気を保てる。うわ、ありがとうみんな。本当合ってますね。天職やん。すごい。あ、よかった。うわ。ちょっとごめんなさい、泣きそう、ごめんなさい、よかったよかった。大丈夫。いや、よかった、リーダーでよかった。最高のリーダーじゃん。うわ、すごい泣きそう。危ない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 。あ、俺水決めた、その水にする。やめろ、人の飲むな。バリス。あのさらに皆さんの運気を上げるためのおラッキーナンバー、ナンバーそれぞれの、あ、それぞれの、ありがとうございます。ネックレスにしたわ。それを数字で、ね、確かに確かに、おしゃれ。そういうのやるとすっごい上がるんです。うまい。俺もやるっすよ。せやさんのラッキーナンバーは17です。17あの見せる力だとか魅力あふれるだとか、あの美容とかっていうのにすごく特化してて、すごく相性がいいので17か。で次タクヤさん。はい。タクヤさんどうしようかな。どうしよう。なんなん悩むね。7。七。めっちゃいいやん。7。7。え、これかっこいいやん。ね。上がっちゃいそうやん運気。これはなんかさっきの17微妙な数字見える。ちょっとやめてください。
個性あふれるとか、おー、あー、いいね、勇気を持って一人でも立ち向かえると、おー、まあね、かっこいいよ、まさに、かっこよくないですか、はい、はるきさん、はい、25かな、25、はい、25めっちゃいいね、ニコちゃん、はい、25、知的、知的だとか、ね、雑学にあふれるとか、計算計画が素敵だとか、エリート思考とか、あ、いいね、いいじゃん、はい、じゃあ次ケビンさん、はい、これをちょっとみんなに聞きたいんですよ、どうなってほしいかっていう、この感じで、の今のまま、うん、このままがいい、多分一番素敵だと、決まりました11、おマジで、すごい、11ってよくね、うん、え、なんで、なんで違う、今もうそのままですあ、このまま、嘘偽りなく、ないね、自分そのままを誠実にそのまま素直に出していくっていうところ、ふみのりさん、はい、お願いします、ナルシストだもんな、いや、それ言わんでええやん、それ言わんでええやん、ナルシストだもんな、それ結構俺はずいんだよね、いざ言われると、29にします、29で、はい、はい、肉29、王様の数字です、おお、かっこいい、いいか、リーダーだからやっぱうちの、はい、うん、変化を取るとか勝負強いとか、おお、ここぞの場面で勝つっていうのが29、ユーマさんいきますね、ユーマさんは32かな、32、両縁が両縁を呼ぶとか、両縁が両縁を呼ぶ、両縁ってどういうことですか、チャンスが多く、いい縁、はい、があるってことですよね、チャンスが多く舞い込んできて、それを一回捕まえるとそれがずっと連鎖するっていう、すごい、最強やん、はい、まだ、かなった、はい、逆に聞きます、どうしてほしいですか、カナダっすか、どうだろう、もっとでも自分を出して、もう今のスタイルをもう少し出してほしいっていうので21っていう、21、まあ、21は本当に自分の芯っていうのをしっかり持ちながら、先も読みながら、あの異性からモテるっていうことを、ヌーマだ、ショウさん、はい、そのまま生かすか、面白さ、お、面白さをそのまま生かすんで23ですね、23、天才派、これ結構どんくさい人だと思ってたんですけど、そのどんくささからプラスに発展するとかっていう、ピンチをチャンスに変えるっていうのは23っていう数字なんで、はい、次フミヤさん、はい、気になる、何がいいかな、子供はもう抜けないんですよ、いや、このままでいいんですよ、うん、それがいいは別にこのままで、このままでいいですよね、そしたらもうさらにいじられキャラにすると 3、いいじゃん、いいじゃん、3歳やん、覚えやすいじゃん、え、僕誕生日10月3日なんです、はい、それもそのまま生かそうと思って、あ、いいことか、3で、3で、じゃあ、かわいいね、あ、そういい、おー、3子供やん、すっごめちゃくちゃ子供やん、どうしようかな、まあ、森家のそのままが多分、うん、稼がせたいっていうのがあるんですよ、一番稼ぐ気質を持ってる確かに、はい、24、とれ、きたーい、24、どういう数字なんですか、あの無から有を生むって言って、すべて機運に一番強い数字、ないものからあるものを生まれる、すごい作っちゃう人なんだ、1から、あ、0から1を、シュートさん、すごい、ね、気になる、すごい、31、お、31、アイス、老若男女問わずみんなが味方になって最近自然と持ち上げてもらって勝手に上に上がっていく、さすがレベルタイプだ、みんなのバランスも取りながらみんなも引っ張っていけるっていう、素敵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 、天下に名を残す、また天下に名を残す、え、数字なんで聞いてねえの大事なとこ、天下に名を残す数字、33、うん、だそうです、じゃあ俺歴史の方に載っちゃうんだ、歴史の本に、そう、可能性がありますよ、バディーズとして、その業界で誰も知らない人がいないっていうぐらい、いや、やばいじゃん、じゃあガンジーと並んじゃうんすか、ガンジーはまだジャンル別だわ、ジャンル別、例えばですけどライブしますの衣装のどこかに33って、衣装に書いていいの？選択する。こういうのしょうがないです。でか。これ商品調べて。ええ。マジ一番。33です。ああ。いや。いや。いいね。この店一番。なんでこう。今レッドブラー。そっちだ。見えるかな。こういう。パパ。あ、じゃあ、気合い入れて、気合い入れて、
サイさん、はい、いいないいないいな、みんな三女さん書いてやる、さっさと落ちるの、名を残しましょう、名を残したい、うわでも本当良かった、このグループとしてね、まずねこういいという、いや良かった、マジ良かった、また来年来た時多分シューマさん柑橘系臭いですよ僕ら。みんなみかん食ってる、忠実にね、忠実にやってるから、すげえなんかリアルな数っていうのかな、こうアリーナとかは行けるのかみたいな、あ、今行きたいな、アリーナクラスのライブとかして今後行けそうさ、もう行くんじゃない来年とかも、来年箱だけ押さえていただいて、そうですね、僕ら行きますよ、ちょっと頑張りましょう、マジで行きますよ、行きましょう行きましょう、マジで、いや本気で頑張らない、これ多分行くとこ行ったから、行ったじゃん、行くとこ行った方がいいってこと、マジで貪欲に行こう、貪欲に行こう、そして金は良く